4泊5日行くんですけど、今日帯広行って、帯広から札幌行って、写真を、動画と写真を撮りたいと思います。で、ライカとこのフィルムカメラと対象の一眼のフィルムカメラ、この3つを使って撮っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。アクア、いいね。アクア、はい、とりあえず今回動画は GoPro のヒーロー9、最新ですよ、最新、そう、最新のやつで撮っていくので、ぜひその辺もお楽しみください。はい、ということで北海道着きましたが、暑いですね。暑い、意外とね。半袖半ズボンでいける？それはいけない。湘南スタイルでいけます？それはいけないわ。でも思った以上にあったかいね。暑いよ。過ごしやすい空気です。で、今、はい、ここは幸福駅っていうところに来ました。駅から空港から10分ぐらいなのね。そう、空港から10分ぐらいで、もうマストで、十勝帯広に来たらマスト、マスト、マスト、間違いない、マストっていうぐらい。めちゃめちゃ綺麗ですね。これもともとあれでしょ、走ったんだよね。あの前情報ゼロだ。知らんけど。でも走ってたよね。絶対これ走ったでしょ。1987年に廃線になったもんね。あ、廃線、結構前だね。結構前だね、もう生まれる前ですね、僕ら平成世代からすれば。そうだね。で、この地域はもともと後進と呼ばれていました。福井からの移住者が多かったので、上の文字を一文字ずつ取って幸福と言われるように。あ、なるほどね。さもあり、そのまま呼びながら。ああ、ありがとうございます。なるほど、ありがとう。なるほど、なるほど。あの有名なやつ、幸福駅昔のね、あの駅舎っぽい。うわ、なんと途中下車禁止、220円。買う買うでしょ。ハッピネスバウン、面白い。わお、すげえ。すげえ、何これ。幸福行きの切符を買ったので、ちょっと願い事を書きたいと思います。アイコンから幸福、発売当日から永久有効、途中下車禁止、はい、220円です、はい、何書こうか、何でもいいらしいよ。何でもいいらしい、なんか悪いことじゃなくて、何でもいいらしい。そう、悪い、そうね、そう間違いない、ね、何でもいいんですよね、お母さん。じゃあちょっと書きたいと思います。あ、神社とかだと、用にじゃない方がいいらしいよ。え、何がいいの？だから何々してくれみたいな。そういうように書いてる。そう。ここはいいんじゃない？なんか。ということで今あの幸福駅から万栄競馬です。万栄競馬。向かってます。で、まあ、ちょっとお金かけたいよね。稼ぎたい。稼ぎたいね。ちょっといくらかね、かけていきたいと思います。キーはですよ、世界で帯広にしかないんだよ。世界広しといえども、帯広しかない。ちょっと万栄競馬楽しみですね。万栄競馬ってなんか俺全然わかんないんだけど、ソリみたいな感じやん。ああ、そう、なんかね、1トンぐらいのものを引いてさ。あ、そうなんだ。そう、あのソリがね。ああ。
じゃあそんなスピード感はない。スピード感はないけど、やっぱ馬もでかいし、たくましいんだね。たくましい、迫力はある。別に。ということで、じゃあ、万栄競馬場に向かいます。向かいます。万栄競馬。万栄競馬。Welcome to 万栄競馬。頼むぞ、ほんと流星ペガサス、流星ペガサスですよ。 OK です。こいつもう節約生活ですよ、好きなので合流できません。ジンギスカン食べます。ということで、お願いします。行きましょう。向かうは札幌です。札幌へ。一日無事に終わったんで、今ジンギスカンをね食べてます。ということで、お疲れ様でした。した。お疲れした。お疲れした。食べていきましょう。食べていきましょう。
ジンギスカン食べ終わったんで、ちょっとあの日韓のとこ行って写真撮りたいと思います。すすきのです。そうです、すすきのね。